北房玉入れ交流大会は29日に上中津にある B&G 海洋センターで開かれました。大会は地域の親睦を図ろうと、北房地域のスポーツ推進委員やスポーツチームの関係者などで作るチームコスモス北房が今回初めて開きました。玉入れをスポーツ競技として行う大会は真庭市内では初の試みです。一チームは6人で、この日は北房地域のスポーツ少年団や同じ職場の同僚、家族などで作るチーム14チームが参加しました。大会はジュニアと一般の部の2つに分かれて進められました。競技は北海道のワッサム町で始まった玉入れ競技をもとにしていて、制限時間が1分のところを5分に長くするなど、北房地域独自のルールで行われました。直径6メートルの円の中で、ジュニアは 2.8 メートルの高さのカゴに60個、一般は 4.12 メートルの高さのカゴに100個の玉をどれだけ早く入れることができるかを競いました。皆さん一緒ですけど、合わせて声をせーのっていう、ところがやっぱりすごい楽しいところだと思いました。やっぱり運動会のためと比べたらですね、これ全部入れんといけんので、最後の4つ5つここになってからのやっぱチームワークが問われるところですね。参加した人たちは競技が始まる前に円の中にある球を積み重ねて配置したり、複数の球を積み重ねて投げたりするなど、それぞれのチームで工夫を凝らして競技に挑んでいて、真剣さと遊びが入り混じった楽しい大会になっていました。いつもとは違う競争感が味わえて楽しいです。最後に大きい球を入れて入ったら気持ちいいです。今回は第1回ということなんですけれども、気軽に手軽に楽しめるスポーツということで、皆さんにこういうスポーツがあるんだということを広く知っていただいて、多くの人に参加をしていただきたい、また回数を重ねていきたいなというふうに思っています。